サドーレには特殊な部活がたくさんあるそうで、その前に MC を呼ばないといけないじゃないですか。はい、あ、そうです、はいはい、またすぐ呼ばなきゃいけない。アラモさん、アラモさん、次お待ちのアラモさん。アラモさん、ケンシーです。何アラモさん、ケンシーです。今日もうメイン MC なので、ね、ほらまたと思って下がってまた何回も大変失礼いたしました。ちょっとアラモさんです、よろしくお願いします。はい、さまざまな部活があるそうで、はい、その部活の面々をちょっと呼んでみたいと思いますが、続いてご紹介するのはコンサドーレ筋トレ部の皆さんです。さあ、それではやってみましょう。背番号23、青森シェイカー。今日元気か、元気か。やりましょう、やりましょう、せっかくですから。やっとこれ、あ、続いてごめんなさい、はい、タケヒロム、あ、小林芳幸、西野翔太、バンシア、はい、あります、あります、何本でも用意します。はい、あんまり前だよ、ニコイチじゃん、俺たち。まあ、MC ケアということでね、これから引っ張ってってもらいますか。はい、もう最後まで小林さんにお付き合いいただきます、よろしくお願いします。一応軽く自己紹介だけパッと筋トレ、はい、あの背番号23番、大島です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミッドフィールダーの田中裕です、お願いします。小林芳明です、よろしくお願いします。お願いします。筋トレ部初期メンバー西野翔太です、よろしくお願いします。お願いします。88番です、よろしくお願いします。88番見せてもらっていいですか。よいしょ。それ一応なんで88番、恥ずかしいですけど説明する絶対分かる、分かんない、一応聞かせて、見てる通りです一応。いや、分かんないんで説明してもらっていいですか。あの、ババー、おお、そうか、名前ババ素晴らしい、拍手。え、でもいつから構想出てたんですか、それは。いつかこれやろうかなみたいな。去年50以上つけれるしなって。はい、あ、つけれるんだよ、つけるか、つけたいな。なるほど、はい、じゃあもう肌からそのつもりではあるんです、つけれたらつもりだと。あ、そうですか、よかったです。もうずっと永遠に88番、はい、楽しみにしております。ヒロムは新加入の方じゃないの。一応あのメンタルちょっと挨拶した方がいいです。お願いします。バイバイ。メンタル遺跡から帰ってきました、田中です。今年もよろしくお願いします。お帰りください。でなんかまあ去年から筋トレやってんなみたいな感じで見てたんですよ。はい、でオフシーズンにあの、まあ、今柏に移籍しちゃった高見で、はい、食事したんですけど、はい、その時に筋トレ部もともと僕のですからね、お前ちょっとなんかお前がキャプテンみたいな感じで結構意気がってるようですよ。僕の中では意気がってキャプテンなんですけど、高見のらしいですよ。もう唯一無二のキャプテンだと思うね。本当は誰キャプテン。いや、まあ、部長なんで一応僕なんで僕のもんなんですけど、あの今日もってちょっと配布宣言をね、なんかちょっと揉めて、うちは揉めがちょっと配布してね、どうしたの配布ですよ。なんで揉めてんの。だってなんか最近チームが本当あることにこの筋トレ部でいろんなイベントにどんどん飲み出してきて、なんか今日もなんかスケジュールなんか何気なくちっちゃいの階段で走ってみたら、なんか筋トレ部活動紹介とか書いてあって分かるやろ。活動紹介で筋トレするだけやないかい。雑やな思うて。そういう疲れ方がもうちょっと雑やねん。ずっと怒ってる。怒ってる。でも新規のいいところって怒ってるんだけど出る。怒ってるけど毎回出る。そう
ありがたい。それは待ってるよね、結構。待ってはないよね。雑やなと思いながらね、やっぱなんかみんなもなんか、俺たちなんかしなあかんちゃうみたいな、そわ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 しだしてるもんからさ。でもさ、どうしよう。部長から見てさ、このじゃあ4人の中で一番この成長したら、そのあれ、サッカーじゃなくて、体だけ。体の、肉体が一番成長したら、いやでもまあまあ確かにヒロムは結構しまったなっていうのは周りさんも思う。でもヒロムは半年いなかった。僕一応あのメニューだけは聞いてたんで。メニューはね、はい、ビジネスの方でやってました。ちゃんと部長のメニューが。そうです。でもみんな良くなりましたけどね。でもババちゃんとかも背中が大きくなりましたね。それは88のせい。そうだよね。ちょっと見せてみてくださいほら、ちょっとこれが大きく見えるだけ。なんで88番ですか？ごめんなさい、ごめんなさい。あわちゃん、でも武蔵がさっきこっそり、俺絶対そういうのやんないけどなんて。いますよ。3桁つけれるんですかね？3桁はダメでしょ。ダメですかね。ダメだったら J リーグ時代のことか。武蔵みたいなの。結局、活動自体今年はどうなんですか？どうすんねんか。いや、まあ、一応その活動としてはその、まあ、練習の筋トレと、まあ、1ヶ月に1回うなぎの食事会っていうのがあって誰が払う、まあ、一応あの部長なんですけど部長もち部長入部しとくうなぎ食べたいやれよこれ。でも筋トレしないとあるんですよ。好きいやその答えをちょっとやって いやでも同い年やから俺は嬉しい。分散できるからあ、そうなの。そう食べるよこの子たち、めっちゃ食べるよ。でもそう払えないややるとこはだってローム練習の後とかさ。そうだよ、ね、あるやん。なんか芝生の療養かね、なんかね、なんかね、みんな連れていくやん。何万なくなるか。そうだよね、1週間で。そうだよね、全員毎日連れていくんやもん。いやー食べるでしょ。だからなんかたまにはさ、ちょっと今日僕がみたいにやんないの。今日ちょっともういつも吉田君払ってくれるからすいません、僕払いますんで。いや、やんないやん。いや、でも、シンゴとかもすごいよ。すごい。それもちろんさ、あれだよね。吉田君の誕生日にはみんなが集まって誕生日祝い。もちろんやんない。やられないよね。なかったよね。こんだけお世話してんのに、なんか吉田君のためにちょっとご飯会みたいな。部長なんか、愛されてない。愛されてなかなか。ただのお金として見られてる。プレゼントはもらいました。ちなみに何だったんですか？まあ、スピーカーを1本くらい。プロテインプロテインじゃない。プロテインじゃない。プロテインじゃない。プロテインじゃなかったです。筋トレの時に音楽ガンガン聴きたいっていう要望が。要望でちょっとくれたんですけど。え、喋ってないよ。大丈夫？シンゴ、シンゴ、去年もいた？何がすか？去年もいた。あ、いました。去年スーパーボール決めたじゃん。おめでとうございます。まぐれだもんな。まあまあそうです、まあ、なんか狙ったゴールじゃないし。狙いはしましたけど、そらもちろん狙った後ろで打つなってさ、適当に蹴ったら入っちゃってなくて。いや、まあまあまあちょっとね。ああ、じゃあ、よかったね。ありがとうございます。ゴールおめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。ちなみに一番ご飯をおごってほしいっていうレスポンス範囲の彼です。めっちゃ早い。お前さん、ここだけ。お前さん、ここだけ早い。あります。でもそれ先輩嬉しいですよ。おう。だよ。一番揉めてるのもシック。一番揉めてるね。誰が？誰が？なんか一回さ、切れててよ。何回切れた？何回言われてる？本気でぶち切れられて、三回切れられてですね。一回です。いや、まあ切れたというかね。いや、切れてはないよね。切れてる？大事切れてほしい。まあいろいろありました。何が原因でみたいなのが言える範囲。いや、まあ別に何もない。まああのね、ちょっといじられやすいんですよ、彼は。それをみんなでいじってたらちょっとね、あのこのへーって外れちゃったんだけど、シンゴがもう態度にすぐ出るから。あんまりいじられてたね、そこはね。ただ、あの返しが、返しの態度が悪かった。あ、確かにね、確かに、そうやね。これ筋トレ足りないじゃん。しかしちょっと、そうやね、バカになってるやってた。ごめんなさい、筋トレ部というのは普段の、まあ、チームとしてのメニューがあるじゃないですか。まあ、ここの筋トレもあると思いますけども、まあ、チームからオーダーされたメニューの他にもやっちゃう感じの筋トレ部ってことでいいですか？と
ってるという感じなんですね。ずっとジムにいる。ずっとジムにいるという。頭が筋肉でできてしまう。駒井さんのインスタはフォローさせていただいているので、駒井さんがよく動いているというか、筋トレというか。駒井さんがその怪我をした、はいはい、で考えてこういうのが必要だなって言って筋トレのメニューを自分で考えてやってるけど、彼らはただそれにくっついて何も考えずにただ乱動にもなってないでしょ。どう？めちゃくちゃいい。いや俺は考えてます。考えてます。俺はあとはまだまだ分かってないですよ。でも吉田君とか去年ぐらいからやっぱ筋トレしてでかくなったから、あの私服絶対タンクトップ着てるんですよ。背中でアクションみんなで飯飲みに行くと見たことあるか。みんなとしては着る。誰が外で冬でもタンクトップ、タンクトップで、でも増えてくる。どうなんでしょう、実際この筋肉サッカーにそんなに必要かなって、筋肉でもつけたなみたいなのがある。いや多分ないと思う。もうそこはストイックすごいな。もうあれは足の方がつけたんで、全部やっぱりサッカーのために、はい、その子の方がめっちゃ太くなった。慎吾とかはなんかちょっと見せかけの筋肉でもやってる。上半身やってない。そのえ、あ、ヒロムなんてサッカーのためじゃない、モテたいとか全然え、いやでも俺さっきこの2人は嫌いなんですか。すごい言いようがすごい。でもヒロクはあの俺オフの日にたまたまパッてクラブハウス行ってジムをパッて覗いたら鏡見てこうやってやつだけど大丈夫それでもそれでいいの。こうやってこうやってこうやってやつだけど後ろやっぱり自分かっこいいのが好き。いやそう、ちょっと覚えてないですけど、だからそれですよかったら、あのこのポーズが一番だろうっていうのを皆さんね、見ていただいて、俺らじゃないよ、みんなの俺らじゃないよ、そんなんない、そんなんない。5人でポーズ撮ってもらっていいんじゃない。すごい嫌な顔して見てくる。あ、じゃあポーズ撮りしろ。もうサポーターちょっと疲れてきたから、戻らないほしい。ちょっとポーズ撮りづらいと思うね。リシロ、ちょっとなんかちょうだい。ポーズ撮りづらいと思って、あのこれ用意したんですよ。これ用意したので、これでもしかしたらポーズ撮ってもらえるかなってことでお願いします。
そうですよね。楽しいです、もう若手の話。アラノ選手はなんか丸々というみたいなのは別にいいんですけど、僕ないっす、僕帰宅です。帰宅終わったらすぐ帰る。はい、はい。